これがあのその夏召集から漢の初期にかけて主流でありましたその遺体を地下に密閉するというそういうようなお墓の構造でありまして縦に深い穴を掘りますねでその底におかんを置きますそれから工事用のこう道が斜めに掘られるんですけれどそれらはその後埋めて平らにしてしまう何の標識もないでもう何年か経つその上にこう木が茂れば場所もわからなくなる。 これが王様の正当なお葬式といいますかお墓の作り方というのが王朝の成立時国家の成立期のことでありますそれに対してあの新漢時代新の始皇帝の頃から以後に新しいお墓が作られるようになりますそれはお墓があの地下に密閉するんじゃなしに地下の宮殿のようにお墓の部屋を作るとそれからそこに至る道はお葬式が積むと埋めるんじゃなしにこれ通路としてずっとこう 使われているといだから、まあ、ずっとこの外と内とがつながっていてこの中がまあ生きてた時のまあ宮殿のように作っていくといこれがもう新しい、まあ、一つの社会の動向を表すような大きな変化であります。